ベイシステムズミリタリーエアソリューションズは、軍用機の設計、発展、製造、サポートに対して責任があるイギリスの国防産業ベイシステムズのビジネスユニットである。ミリタリーエアソリューションズは、イギリス空軍、サウジアラビア空軍、アメリカ海軍、インド空軍など様々なカスタマーがある。台風雲海にミリタリーエアソリューションズは、エアシステムズと CS& エスマスのビジネス部門の合併により、2007年1月1日に創設された。これは、ミリタリーやソリューションズが幅広い製品とほぼ100年の航空産業種を含む拠点を管理しているということで、あり、かつてのイングリッシュエレクトリック、ブリティッシュエアクラフトコーポレーション、アブロ、ブラックバーンエアクラフト、ホーカーシドレー、ブリストルエアロプレーンが管理下にある。 ミリタリーやソリューションズの先輩にあたる、これらの企業では、イングリッシュエレクトリックライトニング、イングリッシュエレクトリックキャンベラ、ホーカーハンター、ブラックバーンバッカニア、計画中止になった BAC チームソニックレーシングマイナス -2 など、イギリス国外にも知られている軍用機が設計、製造されていた。現在は、イギリス空軍向けに戦闘機ユーロファイターやトーレードの生産と、ハリアーや、 ニムロットのアップグレードを行っている。また、エース &FC プログラムの一環で、無人偵察機の開発も行われている。ウォートンエアロドローム、ランカシャーウォートンには、ミリタリーやソリューションズの本社が併設されている、飛行場と工場がある。工場の主要組み立て工場で、ユーロファイター、ホークの構成と、ハリアーやトーネードのアップグレードがなされる。また、 主要テスト施設と営業オフィスが所在する。サムレスバリーエアロドローム、ランカシャーブラックバーンウィズダーウェンにあるサムレスバリーには、ユーロファイターの機体全部と T-45、ゴスホークの製造工場があり、米製海 -35 ライトニング2の関係の製造もなされる。他にもエアバスの下請けを行うセクションもある。ミリタリーやソリューションズの拠点で、サムレスバリーは、 飛行場を使用しておらず、1980年代から、ランカシャー警察やイギリス空軍によって使われている。ブロー、ヨークシャー・キングストン・アポンハル近くにあるブローでは、ホークの生産と組み立てが行われ、それらはオートンに送られる。一時、飛行場の利用は休止されていたが、2008年1月に、ホーク128が再開後発の離陸を行った。ウッドフォード、 チェシャーマンチェスター近くにあるウッドフォードではニムロットのマラ4企画への改装を行っている。チャダートン、ランカシャーオールダム近くのチャダートンは以前アブロの製造工場であったが、現在はミリタリーやソリューションズの大規模なオフィスとなっている。他にもイギリス空軍のカーニングスビー空軍基地、マーハム空軍基地にも拠点がある。ありがとうございます。